ミッドウェイ級航空母艦。ミッドウェイ級航空母艦。ミッドウェイ級航空母艦は、アメリカ海軍の航空母艦の艦級、究極の大戦系空母と称されており、第二次世界大戦終結直後の1945年より、計画では6隻の収益が想定されていたが、最終的に3隻のみ収益した。当時としては、異例の大型空母であったこと。 装甲艦班を有していたことからジェット化にも対応できる余裕があり、たびたび改装を受けつつ、1992年まで運用されていた。本級の建造計画は1940年より着手された。当時、アメリカ海軍では、ワシントン海軍軍縮条約執行後、第一世代にあたるエセックス級の整備を進めており、ちょうど同年より発注が開始されたところであった。 しかし海軍は、さらに大型で、かつ強力な防御を備えた空母を求めており、これに応じて設計されたのが本級である。大型空母に対しては、建造期間が長くかかることや、多数の搭載機が一隻に集中すること、それらを発進させるのに時間を要することなどについて、批判もあったことから、基準排水量2万8000トンで、 搭載機64機の案から45000トン120機搭載の案まで複数の設計案が検討された。その中から、艦の規模や主機関、搭載機数のすべてについて、最大で防御面でも最も堅牢な案が採択され、1942年半ばには基本的な構想がまとまった。基本的な配置はエセックス級のそれが踏襲されているが、 防御面を中心として大幅に強化されている。イギリス海軍のイラストリアス級航空母艦が優れた、高換性を示したことから、同級に習って飛行艦班の装行化が導入されているほか、原則にも20.3センチ砲に交換し得る装行が施された。これは、アメリカ海軍の作戦構造上、巡洋艦の護衛のもとで、シーレーンへの攻撃策に参加することが想定された。 ことから、日本の巡洋艦との交戦に備えた装置であった。各部の走行圧は、下記の通りである。水中防御は、アメリカの大型艦の手法が踏襲されて、多層構造による原則の区画配置とされており、中央部では片原あたり4区画となっている。また船底は三重底である。イラストリアス級では格納庫を主戦体内に収容して密閉式としていたのに対し、 本級では格納庫甲板が上甲板とされ、格納庫も開放式とされている。すなわち、船体の上に強固な装甲を施した飛行甲板を乗せるという特殊な構造となっている。上部構造の重量増を抑えるため甲板幅は極力狭くされており、艦の大型化にもかかわらず、エセックス級とほぼ同程度となっている。しかし、それでも十分でなく、 重心低下策として、還元は低く抑えられている。このため、水面から飛行艦板の高さは約15メートルと SX9 より2メートル低くなった。この結果、高天時にはしばしば飛行艦板まで波が達することとなった。これを補うため、後の SCB-110 改造において、艦首はエンクローズドバウに変更されている。 しかし旅重なる近代化階層の度に排水量が増加することになり、その度に間幅を広げてはいたものの還元の低下を抑えられていなかったことから最後まで現役に止まっていたミッドウェイは1980年代に行われた最後の大規模階層で喫水を浅くするためブリスターを取り付けている。ただしこれによって同様周期が10秒程度と従来の半分に 短縮してしまい、飛行作業上の障害となったことから、何らかの改正策が追加施行されたとみられている。なお本級の船体幅は34.4メートルに達しており、パナマ運河を通行できない初のアメリカ海軍艦となった。主機艦は従来の航空母艦と同様に、蒸気タービン4機である。艦の大型化に伴い、 合計出力は二十一万五千五百二十馬力に強化されたことから、シュボイラーは十二機とされている。ただし信頼性確保のため、蒸気正常はエセックス級と同じく圧力、温度摂取五十四度とされ、アイオワ級戦艦で採用されたような高温、高圧艦は見送られた。なお、蒸気タービンはフランクリン D ・ルーズベルトのみ、ゼネラルエレクトリック社製。残る二隻は、 ウェスティングハウスエレクトリック車制であったが、収益期間を減るに従い G 車制の指揮官は、故障が増え、同艦の早期退役の一員となった。機関配置は、モンタナ急戦艦と類似しており、4軸の推進機は、内側と外側の2グループに区分される。内側の2軸を駆動する機関は、船体中央部でシフト配置されている。一方、外側の2軸を駆動する機関は、 左有限に分かれて、機関区画の後部に配置されている。なお、高換性を重視して、区画を細分化したことにより、機関部は、計26区画となっている。SX 級では8区画。飛行艦板は、長さ281.6メートル幅34.4メートルとされた。カタパルトは、艦首側に、油圧式の H4 から1型を2機設置している。 アレスティングギアは MK5 から0型であり、いずれも SX 級として、性能向上が図られている。格納庫は蒸気の通り開放式で、長さ210.9メートル幅29メートルであった。高さは5.3メートルと、こちらも SX 級を踏襲したが、これは後の近代化階層でも増行することが難しく、ジェット時代には窮屈なものとなった。 コレスタル級以降では7.6メートル。なお本級は開放式格納庫を採用した最後のアメリカ空母であった。エレベーターのレイアウトは SX 級と同様で前後にインボード式のもの16.7メートル14.0メートル力量26トンを1機ずつ、また艦中部のアイランド対測にアウトボード式のもの1機の計算機を備えていた。搭載機は 火器の構成が予定されていた。収益時には、アベンジャー来撃機も搭載されており、また1940年代以末には、艦上戦闘機は、海8海から1、2、艦上攻撃機は AD、AD-1 に更新された。本級は、その強力な航空技装を活かして、早期からジェット機の運用に着手した。1946年3月には、 FR-1 の運用試験が行われ、同年7月には、XFD-1、FH-1 の試作機の空母適合試験が行われた。同期の配備はこの時と1949年の2回のみであったが、発展型の F2H は1950年以降、たびたび配備された。また、FJ-3、4もしばしば搭載された。 海9階,階の配備も行われたが、こちらは比較的小さいことが買われて、エセックス級に重点的に配備されたこともあり、本級への搭載頻度は高くなかった。1953年には海 3D-2、1950年代末には F4D-1 も搭載されたが、いずれも短期間の搭載に止まった。なお本級は新型の大型艦上攻撃機である。 AJ を無回送で運用できる唯一の空母であったか。これはアメリカの核戦略上非常に重要であった。1940年代を通じて最有力の航空母艦として活躍した本級であったが、1950年代に入ると艦上機の大型化、高性能化に追随しきれなくなってきた。これを受けて実施されたのが SCB-110 階層である。まず、 フランクリン D ・ルウズベルトが1956年までに、続いてミッドウェイが1957年までに改装を受けた。また最後に改装されたコーラルシーは先行2巻の実績を踏まえて一部内容を変更した SCB-110 アンペア改装とされ、1960年に最終益した。本改装は極めて大規模なもので、巻姿は一変した。ミッドウェイの場合、 満載排水量は59,901トンから62,614トンへと増加したが、主機関は変更されなかったため、速力は30.6ノットと、軽度低下した。主な改装内容は、下記の通りである。これにより、新世代のスーパーキャリアである、ホレスタル級と、ほぼ被験し得る、航空運用能力が確保された。なお改装によって、航空要員が増加したが、 飛行艦板の拡大に伴い、ギャラリデッキも拡大されたことから、居住区や関連設備の大規模改装も実施されている。また航空機用の物資搭載量は下記の通りとなった。この改装により、大型の A3D 艦上攻撃機の運用が可能となった。1950年代末からは、 艦上戦闘機の超音速化も開始されており、F3H-2 や F8U、回 -8 が搭載された。また、FJ-4 と交代して、A4D、A-4 k 攻撃機も配備されるようになった。1966年より、ミッドウェイを対象として2回目の大規模改装として、SCB-101-66 回収が開始され、 コーラル C の SCB-110 アンペア回送と同様にエレベータのレイアウトを変更するとともに強化、カタパルトも C-13 型2機に換装、飛行甲板を拡張して着艦制度装置を更新するものであった。また航空用ガソリンのタンクを廃止する一方、JP-5 の搭載量を拡大して合計3449トンとなった。これにより、 航空偽装の各種諸言は下記の通りとなった。しかしこの改装には当初見積もりをはるかに上回る20億ドルを要したことからフランクリン D ・ルーズベルトに対して予定されていた SCB-103-66 改装は断念され、1968年よりエレベーターの移設のみを行う限定的な改装が行われた。1964年の ベトナム戦争勃発時点での搭載機は、下記の通りであった。その後、A-1 は1968年までに、A、A-6 に、A-4 も1969年までに A-7 に、それぞれ更新された。一方、k -4 は、ホレスタル級などでは、k -14 に更新されたが、本級では、k -4B、J に、 スレップ回収を施した回 -4NS 搭載されて、1986年まで運用されていた。早期警戒機は E-2B に更新され、フランクリン D ・ルーズベルトには、その運用能力は付与されず、1977年に退役した。なお、1976年から1977年にかけて行われた。 同艦最後の海外展開の際に、海兵隊の第231海兵、攻撃飛行隊の EV-8A が搭載された。しかし複雑な艦上機の発着完成作業において、異質な発着方法を取る垂直離着陸機は流れを乱すことが指摘され、以後、空母航空団にハリアーが加わることはなかった。1977年に、 フランクリンィ・ルーズベルトが退役した後、残る2隻も1982年から1986年にかけて順次に退役する予定とされていた。しかし1981年に採択された600隻、艦隊構想に従い、1990年代まで現役に止めることになった。まず、コーラルーが、海、A-18 戦闘攻撃機と、 s h 3 h 紹介ヘリコプターを搭載する小規模改修を受け、1985年より作戦任務に復帰した。この際に同時に EA-6B と E-2C の運用能力も付与されている。続いて1986年からはミッドウェイが改修を受けたが、同艦の改修は艦の安定性向上を目的としたブリスター追加など、 より大規模なものとなった。1990年時点でのミッドウェイの搭載機は下記の通りであった。本級は計画段階では 20.3cm 砲の搭載も検討されたが、最終的には5インチ砲による対空火力主体のものとなった。新開発の MK3954 口径5インチ単装砲が採用され、両元に9機ずつの 計18機を搭載した。ただし重心硬化策の一環として、原則のかなり低い位置に装備したため、波浪の影響が大きかったとされる。それでも、不十分であり、3番艦では搭載数を14機に減らし、1940年代末には先行する2隻も同様に削減したほか、近代化階層のたびに大小重量として数を減らすこととなった。放射撃式装置。 GFCS としては、当時標準的だった MK37 が採用され、環境上に1機、その直後の飛行艦板に1機、左減減速に2機が搭載された。広角基重としては、当初計画では4連装 40mm 基重15機を備えることとされていたが、実際には増備されて21機となった。その後、1940年代末に、 より強力な50口径3インチ連装速射砲に乾燥さ9機が搭載された。ミッドウェイでは SCB-101-66 回送が完了した時点でも5インチ砲3機が残されていたが、これらも1970年代にはすべて撤去されて、後にシースパロー BPDMS の MK-258 連装ミサイル発射機3機とファランクス20マシュダブリス2機が、 搭載された。また、コーラル C でも5インチ砲は全て撤去されたが、BPDMS は搭載されず、ファランクス20マシュダブデュス3機が搭載された。対空捜作レーダーは、当初は SX 級と同様に、環境上の前、小柱と環境構造物直後のミズンに1機ずつ備えており、その機種としては、SK や SR、AN、SPS-12 が用いられていた。 また、広角測定用のも閉鎖されるようになった。その後、捜作レーダーは、アン、SPS-37A、アン、SPS-43、また広角測定レーダーもと順次に更新された後、1980年頃に、三次元式のアン、SPS-48C と長距離捜作用の、アン、SPS-49 の組み合わせとなった。 また、ミッドウェイでは、SCB-101-66 階装の際に、海軍戦術情報システム、NTDS が装備された。なお電子戦装置としては、1990年時点においては、アン、w l r 1電波探知装置とアン、w l r 1 0 1 1レーダー、警報受信機、MK36 スバック。 MK1376 連装で恋発射機4機が搭載されていたほか、電波妨害装置として、ミッドウェイでは、アン、SL9-17、コーラル C では、アン、ウルック -6 も搭載されていた。装甲カット重兵装から、本級は当初、CVB 大型空母として種別された。しかし、ォレスタル級より小型の本級が、 大型と称されるのは不合理と指摘されて、1952年10月1日、付で同級と同じくば、攻撃空母に種別変更された。本級は朝鮮戦争には派遣されず、主として地中海に展開した。その後、ベトナム戦争に派遣されている。コーラルシーはベトナム水域に展開し、ミッドウェイは3つの作戦に従事した。 フランクリン D ・ルーズベルトは、再び地中海に配備される直前に、短期の戦闘配備が行われた。老朽化に伴い1977年に、フランクリン D ・ルーズベルトが退役した。ルーズベルトの最終時には AV-8 ハリアーが、搭載されストブル機の運用テストが行われている。残りの2隻は1980年に、ロナルド・レーガン大統領が就任し600隻。 艦隊構想を打ち出したため退役を免れ、対応年数を延長するための改修が行われた。ミッドウェイは、アメリカ海軍が湾岸戦争に派遣した6隻の空母のうちの1隻であったが、戦争の数ヶ月後に退役が決定した。コーラル C は、法的、環境的問題から6年の長期にわたってゆっくりと解体され、ミッドウェイは10年間モスボール状態で保管された後、 現在は、サンディエゴ博物館として一般に開放されいる。ちなみに、ミッドウェイの母校は、横須賀で、唯一界隈で、改装工事を受けた空母となった。他にも、同系館には3隻の追加建造が予定されており、実現すれば6隻の空母が揃ったわけだが、最終的に3隻に縮小された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。